うわぁ、うわぁ、えぇ、おいしい。これなんだ、怖い。大家好，我是大高雷东明，欢迎回到明东频道。这个背景就是我的老家。上次大家有看完了吗？哥哥体验台湾泡面的影片，台湾零食的，还没有看的话，影片下面有放连接，所以赶快要去看他们的反应哦，很有趣哦。因为已经泡面零食拍完了，那还有什么呢？我想想想想，那想到台湾的饮料，台湾也有很多很有特色的饮料，在日本完全没有的那种口味的饮料，然后让哥哥跟朋友喝一下这样子。好，那首先请我的哥哥过来，哥哥。大家好，我是ゴ。よー。今回は台湾の飲み物を用意した。おー。で、台湾の飲み物も結構癖のあるものが多くてですね。お、お、それは怖い。大丈夫大丈夫。ちゃんと考えてるから。お前が好きそうなものをちゃんとやっぱ弟として選んでるから。おー、それは助かる。めっちゃ選んだ。マジで1時間半ぐらいスーパーで選んだから。楽しみにしとこう。今日は8種類の飲み物を。めっちゃ多い。一つ目。あ、緑茶。日本人はやっぱ緑茶はかなり飲むからね。なんかこれはいけんちゃう？いただきます。うん、あ、おいしい。おお、いけるいける。甘いっていう、あ、甘っそうそう、その反応を待ってたね。それ甘すぎ。何これ、すげえ。これは台湾のお茶って結構無糖じゃなくて、砂糖が入ってるんだ。そう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 、めっちゃ入ってるな。じゃあめっちゃ甘いね。なんか日本のお茶に慣れてる俺らからしたらびっくりするやろ。緑茶甘いってなくない？ないないない。甘すぎるわ。でもすげえ美味しい。え、マジで？これはいけるわ。台湾来たら甘い緑茶やで。全然俺いけるわ。あ、ほんま。台湾行こう。自分で選べんねやけどな、無糖と言うと。あ、そうね。そう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 。一発目からなかなかいい感触のやつ来たな。いや、甘い。これ好きやわ。けど俺も今これに慣れてもうてさ。逆に今日本の茶飲んだら違う。二つ目。これどうですか？何かに似てませんか？コーラに近い。見た目的に。賢いですね。当たってんの？うん。これはね、台湾版のコーラと言われてる。これ、俺コーラ大好きやからね。わぁ、すごい味これ。何この味。台湾のコーラな、これ。そう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 。すごい、なんか、薬品っていうか薬の。シップの味品。わからんでもないな。これもちょっと独特な感じがしたな。ああ、もう美味しくない。飲めるけど、やっぱりそれはもちろん普通のコーラを、コカ・コーラを飲みたいですね。ちなみに俺もこれはちょっと飲めません。飲めんやつを兄に飲ませどういうことやろ。ニハオ、嫌な色の芋やな。台湾のコーラやね。コーラ、おお。これなんていう。ヘイソンシャースー。ヘイソンシャースー。あ、音はでもコーラですね。だってこれちょっと匂い結構あれかも。コーラと違うかも。まあなんかいるで、薬っぽい匂いですね。あー、乾杯。手すでに匂いかな。これあれやな。あ、あれや、うがい薬みたいな。うん。あ、でもほんまにガチで、ちっちゃい頃にもらったうがい薬やな。これは結構台湾では人気。めっちゃ人気。めっちゃ人気、めっちゃ人気。あ、でもなんか、なんか病みつきになってくるかも、なんか。ほんま？うん。でも意外と俺結構好きかもしれない。嘘？うん。ドクペカン。そうそうそう、ドクターペッパー。ドクターペッパー。三つ目。三つ目はですね、俺のために厳選したんじゃないの？いや、そうそう。だから、まあ期待しといて、こっからこっから。パウレ。どうですかこれ。これは見たことないっすね。怖い。何のあれだと思う？この赤いフルーツが、この味なんやけど。うわぁ！うわぁ、ごめん。ちょっとあの、あれこれ無理やわ。ほんま、申し訳ないです。台湾の皆さん、僕これ飲めないです。お前飲めんのこれ。これ飲んだことないわ。これはきついわ。うわ！キャロットジュースみたいな。なんか野菜ジュースのさらになんか、その先を行ったみたいな。ギリいける。また野菜ジュース飲んでる方が全然いいわ。え、けど結構フルーツのこのグアバの甘みあるくない？強烈にその匂いが来るから。俺この味が無理やな。あ、俺意外に好きやわ。マジで今めっちゃすごい渋い顔しとった。うわうわうわ、なんか慣れた。一瞬びっくりしたけど。これはちょっときついわ。びっくりした。じゃあ気を取り直して4つ目。さっきとまた近い味かも。で、またなんか野菜系やんけ、お前。これ何かわかるやろ。蜂蜜、おい、うわ、冬瓜じゃん。ちょっと待って、俺冬瓜無理やん。冬瓜マジ、学校の給食も唯一残すやつや。
さっきのこれよりかはまだこいつに比べたらまだ飲めるっちゃ飲めるけど、うん、僕には無理ですねお菓子の時とカップラーメンの時はまだ抵抗なくいけたけど、うん、確かにこの2つはちょっときついわ。飲み物シリーズ意外と飲み物シリーズは意外とやばい。うわ俺これの方が無理やわ。ちょっとな、これは日本人結構飲まない無理じゃねえ。うわこれちょっと緑茶で、ちょっと俺もそれ飲もう緑茶で口直ししな。これうまい、これめっちゃ、これはほんまにうまい、これめっちゃうまい、これはほんとうまい、最高。うわちょっとフォンミードンゴアと本場あるちょっとしんどいな。この2つはちょっと癖強すぎるわ。これ日本人多分ほとんど飲まれへん な多分大半無理や、ね、俺もそう思うわ。5個目おい、これどうですか。これ見た感じもなんか完全にリンゴって感じやな。俺もうこの2つの続いてのこれやからめっちゃ怖いんやけど。あ、ちょっとヒントあげるわ。これは中国語で言うとピンゴーシーダーで、ピンゴーっていうのがリンゴで、シーダーなんか似てる発音ない、シーダーサイダー。おお、そうアップルサイダーです。おお、これはいける、美味しいやろ。めっちゃうまいわこれ。これやばいやろ、これうまい、これめっちゃ好きやね。でこれ日本ってさ、アップルサイダーってあんまなくない？なんか普通のサイダーやったらあるやんけど、リンゴ味、リンゴ味はないな、炭酸の。これは俺は日本人は絶対好きや、うん、これは好きやな、うん、でもなんで日本でそのないんやろうな。売ってほしいでな、絶対めっちゃ売れると思う。日本でもどっかの会社作ってくれ。作るか俺ら、なんでやね次これリンゴジュース、リンゴジュース美味しい、甘すぎない、おお、さっぱりしてる、うん、美味しい。これは結構俺好き、リンゴの炭酸ジュースやね。これはアップルサイダー、これ日本人好きやでな。うん、俺もめっちゃ好き。好き、さっきのとどっちがうまい。どっちかな、甘すぎへんから即答やん。6個目はですね、あ、やばい、こっからちょっと地獄ゾーンに入るかもしれん。マジでさっきの地獄じゃなかったんだシエンサオミ、これ何かわからんやろ。もううわー、もうなんか匂いでちょっと、うわめっちゃ怖い大丈夫、信じろ俺を。何これ。これはシエンツァオやね。シエンツァオって何なんやろ日本語で。あ、俺は全然いける。シソ科の植物の一種、不老不死などの効果を持つとされる戦薬。不老不死これ飲んだら永遠の命ドールで飲まれへんはずやわ。じゃあお前もっと飲んどけって、お前これ飲んだら不老不死、不死身。そうそうそう、じゃあもっともっと、いや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 、もっともっと年寄りになりたくないやろ無理っす。びっくりした、不老不死なんや。ちょっと飲んどこ。そんなにして台湾人全員不老不死やんけ確かに、でもちょっと癖あるな、草感強いな。俺ちょっと無理っす。次はこちらです。どう、このセクシーなお姉さん、やらしいタイプ。いや、これ何やと思う。健康野菜ジュースか。なんかこれも怖いな。もうなんかさっきからそうやけど、野菜シリーズなんか俺全部外れやんか。アスパラガスって書いてある。アスパラガスのジュースなんてでも2本飲んだことないな。あ、怖いわ。信じろって、信じろって、お前さっきひどい目に遭ってんのさっきの俺の歪んだ顔見てなかったか、お前リンゴすぐアップルサイダーこれはきつい。おーおー、いやこれしんどいわ、お前飲めや俺だけ意外に、いやー、まあ、よう人のこと言ったらこれアップルジュースうますぎや。うわこれアスパラガスに並走しやすい、やばい、地獄の味。これ、ね、アスパラそのまま飲んでるみたいな。これは栄養補給って書いてるけど、まあ、体には良さそうなのは見たらわかるけどさ。でこのお姉さんちょっとちゃんと頑張って飲んでって言ってくれてんのに申し訳ないけどそもそもこのお姉さんは何をしてんのアスパラとあんま関係なくねパック系ちょっとそれはこれ見て、セクシーなお姉さん、セクシーガール。アスパラガスって書いてあるよ。ストローの曲がり方よね、ストローの曲がり方そここれ先に毒味してこれは俺先に、うん、これそうそうそれそれでもまあまあ怖いね、これ匂いは何もないな。おぉ美味しい嘘嘘ぶどうジュースと見た。あ、これはね、ちょっとえぇ、ー
危ない。こういう時のアップルサイダーね。CM すな。外国人はちょっと飲みへん。体震えてきた。やばくない？まあまあ結構ガッツリアスパラガスじゃん。なんか。そう、それはアスパラガスジュース。もうほんまにアスパラガス絞ったみたいな味がする。恐ろしい。大丈夫。最後。大丈夫。結局なんでもそうやん。最後にサプライズを用意して動画をうまく締めくくるっていうのが、まあ映画とかでも一緒やん。終わり良ければ全てよし。そう。なんで僕が最後準備したのはこちらです。え、これかお前。ラストマジで言ってるお前こいつはハッピーエンドをもたらす小豆おかゆこれしかもなんか今まで見たことないこの蓋みたいなこんなん普通プルタブやなこれどうやって開けるのっていうかこのまま開けていいうわうわ飲んでないけどパスなんでも試してからって言っても俺もこれは飲んだことないから一緒に今日はちょっと挑戦しようっていうそのスプーンを取り出してあこれスプーンなせいでおーほんますげえおーすげえすごくないこれこれでもできたハイテクやなこれやばいでな日本にないでなすげえスプーン完成折りたたみ式スプーンなんて初めてうわこれなんだ怖いアップルジュース用意しといて俺持ってくわここにお前飲みきんなよ残してるなかったことにしよう無理です嘘無理これ何の味まあまあまあ食べてみようえな俺意外にいけるわマジでえ普通に小豆スープやん日本の小豆とはまた別やろこれ一緒やろこれ全然俺いけるでまあ全然いけることもないけどもねどっちやねんそんなにうわーっとはなれへんなピーナッツとか小豆とかがいっぱい入ってこれも絶対日本にないなてかまずこのスプーンのやり方そうあのその小豆よりも俺あの折りたたみスプーンの方が驚きやった感動やでな終わりましたどうでしたか今日はね8種類台湾の飲み物を体験していただきましたが今回ひどいね結果ひどい結果でしたね本当にまあ俺が選んだのは結構わざと外国人は飲みにくいなっていうものを選んだお前最初には俺には結構あれやん動画撮る前からお前のために合うようなお前の舌に合うようなとか言ってたくせにいざ蓋を開けて飲んでみればお前なんだこの詐欺師みたいな違う新鮮な反応見たかったわけよじゃあこの8種類の中でトップ3を決めよういや俺もうあのトップ23はないわ美味しいと思ったのがまず2つしかないんであなんか大体わかるわもう第2位お緑茶これはもう最初に一番最初に飲んだ時おわもう最高にうまいなと思ってこれはドハマりしましたそしたら1位はもちろんこれですやはりアップルソーダこれはもうね間違いないね間違いないわ全員好き強烈やったら今回やっぱ外国人の舌にはちょっと合わんかったなちょっと俺も分かるわちょっと俺も結構こいつらはうーんっていうのは結構何個かある好那今天的影片到这边结束大家如果还没有看哥哥吃泡面然后哥哥吃台湾零食的影片的话影片下面有放连接所以一定要进去看哦还没有订阅我的频道的话记得要订阅我的频道这边有我们的 IG 也还没有追踪的人可以追踪一下哦好那下次的影片见拜拜拜拜